際に買い取りで送られてきたものを検品しているということで、早速見てみたいと思います。これはランク B ですか？こちらももうこういう感じで状態なんて形でランク B の、今まさに査定中のやつですよね。そうですね、はい、これまさかステッカーが違うんですか？ステッカーがゴールドステッカーのものに、だってこれは販売が、そうですね、40から40ウエストコンベアのところに商品を置くと、箱に入れて蓋をして、あそこに上に印刷して貼ってみたいなところは全部自動機がやってくれるんです。あーすごい、はい、あ平らなところから全部オートでやるんですね。はい、ここで商品をお客様の単位になってるのを置くんです。あーそう、上に置くと、はい、ここで確かに全部自動で、あの段ボールの板がありますもんね。下にも、糊が入ってて落とすじゃないですか、はい、でしばらく一度蓋するんですけど、出して、ここの板とこのバーコードを読み取って、うん、お客様の情報をパソコン上から持ってきてて、それを向こうでその物産用の送り状に印刷して貼るんです。ダンボールの下の糊も自動的につけるってことですよね。はい、ここで糊を拭くんですよ。あ先に糊をつけて、はい、ここで糊をピッて出して、でここでアームが持ってきて荷物をポトッと落とすと、ピッてつくんですね。小さい箱にも入るようなやつでも、一番大きい箱のパターンがちょっと前は多かったと思うんですけど、大きめのが安全ですもんね。そうですね、やっぱちょっと入んないかもしれないっていう時はもう大きい方に、なんかこの入んなくて潰しちゃったりとかっていうのもあると困るので、まあ大きめのが安全ってことですね。そうですね。ああ。ここで荷物今流れてるじゃないですか。あの荷物、そのそれぞれの荷物のサイズに合わせて入れ出していくので、こうやって無駄が出てくるんですけど、どこにも要は定型の箱じゃなくて、はい、商品のサイズに合わせて、はい、はあ、それはすごいね。確かに、はい、この機械はいくらぐらいするんですか？これで1億超えです。ああ、なるほど。世界に1台しかないってこと？これはまだ世界に1台しかない。なんかオーダーメイドみたいなことだ。このシリーズができたばっかりのシートが、まず発注が当社が1番目だったんですけど、小さくても大きめになるもんね。はい、あ、1日その何万って出荷しても送料ってそんな下がらないもんね。これ何にも入力しなくてもそのいいサイズになるんですか？そうですね、そこがもう素晴らしいところで、送料のコストもそうですね。そうか、1億かけてでも送料のコストが大きいってことですね。もう積み重ねていけばもう、だって1日何万件ですもんね。1万件とかですね。1個10円違っても、違ってもそれだけで10万円で、それが1年経ったらまあいっぱいってもうあとはもうここまでいったら、あとは自動的にこの長いレーンを通って、最終的にやっぱそれに合った箱に成形されて出てくるんです。あんな平べったいですもん。そうですね、もうそこ高さ幅に合わせて。これ1日に何箱作れるんですか、フル稼働したら？フル稼働だと2000とか3000とかは。あすごいですね。すごいね。多分ここが一番楽しいんですよ。ここはすごいですね。気持ちいいですよ、見てて。こちらにあります。なんかすごいですね、これ。これこれが今仕分けっていう段々、ところになるんですけど、まあ、いろそれ何を分けてるんですか、その紙？この紙はこれ注文書です。え、注文書？注文、はい。注文書と、商品を一緒にするんですけど、各倉庫そこにある商材をここに一回集めて、ピッキングして集めたのを、ここで、商取引ごとに仕分けをしていくっていう流れになってます。でまず商品流して、で注文書も一緒に流して、で1個の取引として完成させるっていう。その商品と注文書は同じところに来るんですね。すごいですね。なんでそう分けられるのか分かんないぐらい。
そうなんですね。うまいこといくんですね。うまくいきますね。バーコードを読んでるんですね。でそのバーコードを読むときに、読む前にあのプログラムで今から流すお客さんごと、どこの箱にお客さん、どのお客さん割り振るかって割り振ってあるんですよ。はい。そのプログラムを作品に入れておいて、うん、でその送り状とか、商品を流していくと、自動的にそこに入る。この商品はあそこだっていうと分けてくる。注文書ってそのあの元々のバーコードで判断してるんですか、どこに入るっていうのは。はい。ああ、これもうすごいですよね。これなんか止まるのはそこまでで終わったみたいなことなんですか。ちょっと最初あの読み込みがちょっとできなかったよとか、息がちょっとずれちゃったよっていうところでエラーになって、一回止まるんですけど。うん、あの赤いのなんですか。あれ商品。あんな小さいのも流して大丈夫なんですね。一回に20個ぐらいに分けるんですか。出口は30個。あ、なんかすげえ小さいのも分けられましたね。1番がこのエラー処理を使ってるけど、これ29個に切り分けられてる。これでもすごくないですか、なんかこういうのがうまいこと来るわけですね。そうなんですよ、これ見てると気持ちいいですよ、スーッて。あーすごい。で、あの30、20何個のポケットに入るわけですもんね。大きいのはなんとなくわかるんですけど、小さいのもね、うまくいくんですもんね。新品商品を流してくださいよっていう画面。これはどこでもいいんですか。これが今この緑のラインがあると思うんですけど、この枠内、なおかつ緑に、うん、くっつけるように。このぐらいで。緑にくっつけるんですね。間じゃなくて。そうです、ね。いいですか、はい、緑に乗せるんですよね。線に。乗せるようなイメージで。大丈夫ですか、今の。そうすると、スーッと流れて。スーッと流れて、今、どうですかね、弾かれたんですかね、どうですかね。弾かれましたね。大丈夫、ダメ、アウト。アウトです。アウト。ちょっとじゃあ、いいですか。でバーコードを上に向けて流して、OK、これはこうでいいですね、こうじゃなくて、はい、そうすると、そうです。で、緑に合わせる、はい、これいいんじゃないですか。それ入ったんじゃないですか。これでバーコードがちゃんと読まれてれば、はい、どっか途中で入ればいい。 OK、 入りました。これでも結構技術がいるんです。早いですよ。あ、じゃあこれもバーコード上だからこうですか。そうです。バーコードはこうでもこうでもいいですね。いいんじゃないですか。それ行きましたよ、ど真ん中。バーコード読んで行ったんじゃないですか。やばい、結構奥まで行っちゃってるよ。はい、行きました。あー、行きました。じゃあラストこれ、はい、なんか薄いのとかこう曲がってるやつがむずいですかね。そうですね、こういうのが大体基本的に平たくやりやすい。これはどうですかね、今中心からちょっとずれたけど。大丈夫。結構奥まで行ってるよ。はい、あ、大丈夫。はい、ということでね、駿河屋さんの在庫倉庫に来ました。はるか向こうまで過ぎてて見えないですね、もはやね。地平線みたいな感じになってますよ、これ。で、ここにはゲームだけで5万種で、同じのは含まれてて5万種なんで、15万点ぐらい常時あるらしいんでね。どれ見てもいいってことなんで、見てみますか。行ってみましょう。おーっと。いきなりスーファミ、ちょっと気になったんですか。PC 系があって、スーファミがいきなり見えたんで、ちょっとこのコーナー入ってきますか。おー、スーファミ、スーファミ、スーファミみたいなね。あ、こう並んでるんですね。例えば、同じものがあった場合、ランク A だとしてもこう並んでるわけですよね。で、こっから、まあ、ランダムに普通に取っていくということなんで、このね、ランク A の中でも、さらに良い悪いってなると思うんですよ。それはまあ、運になるということですね。今、これ見て買えるんだったら買いたいって言ったんですけど、それはね、なかなか難しいから、ネットで注文してくれって言われましたけどね。おー、すげえな。なんか、状態がいいものが結構揃ってるような気がしますね、これね。おー、お、おっと、影の伝説、山木めんつゆバージョン、外箱痛み大。まあ、ここと値段は通販は違ったりするんですけど、でもこれ確か、まあ、やっぱ6、7万ぐらいだと思いますね。貴重なものがありますね。うわ、すげえの見えちゃった。ちょっと、ここ。なんか、結構、数があるやつの間のところに、ファミコン市販品の一番高いやつ、サマーカニバル劣化が、まあ大体10万とか、
するじゃないですか。それが3個ありましたね、ここにね。状態にもよるんですけど、10万はしますね。カセットのみでも3万、4万しますんでね。もちろんですね。市販品は全部持ってますんでね。これとかすげえ欲しいですね。ランク A の中でも多分相当いいと思うんですよ、さらに。傷みやすいんですけど、全然傷んでない。おー、ここにトップライダーとか、ドレミッコとか、これも貴重性を言っとくけど。で、シャドウのハイパーショット付き。ハイパーショットっていうのは10ですね。これのとこも、まあ言うなら1万、3万、1万ですから。この、価格だけで言うのもなんですけど、世の中のニーズって価格が高ければ高いほど欲しいに対してないっていうことですからね。ここ重要なんですよ。お金の問題じゃなくてね。ちょっと裏、ここの間から見えたんですけど、メガドライブとかネオジオの貴重なやつが裏にあるん。これあっちから見えたんですけど、この辺とかすげえ貴重なものが見えたわけですよ。この辺とかもう全部数万円しますからね、この辺ね。貴重なものしかないです、メガドラの。この優位白書も駿河屋さんから僕ね、いろんなコンディションで5個ぐらい一気に買ったんですよ。だから1個1万円以上しますよ。とかね、メガドラだとヴァンパイアキラーとか、あと、コントラとか、が、まあ、5万とかするんですけど、それも購入しましたね、駿河屋さんでね。あっと、ここがすごいとこですね。なぜか、もうすごい、もうわかるんですよ、雰囲気で。わかります？こうあって、あそこにプチプチでくるまれてるのがあるんですよ。これ高いぞと。プチでくるまれてるの絶対高いですからね。やっぱり、ネオジオコーナーじゃないですか、ここ。これもまあ10万超えのやつが4、5個並んでますね。アンドロディノス。こことは違う可能性もあるんですか？ 15 万。っていうのが5本並んでます。あ、5本じゃない？何これ、マジで？マジで？そんなことありえんの？こんな状況見たことないですよ。世の中で。ここ以外で見れないと思います。多分。あ、出るんですか。あ、出るんですか。